好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ公式戦さあ、そして打席には鳥谷が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあタイガースとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほど、そうですね。大きく枠を外してきます。アウトコースはこれは外れた。さあ4球目は何か。あっと低めいっぱい。さあツーストライク追い込みました。打ち上げた、左に切れます。際どい球、わずかに外れています。これでフルカウント。さあこれで決まるのか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ツーアウトながら、試合を制したのは阪神タイガースです。小宮山さん、エースの先発だったんですが、エースの調子があまり良くない中でもチーム、よく晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えしてまいります。2回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは鳥谷。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。得点のチャンスを迎えています。まあここはね。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあ追加点のチャンスです。リードしてますが取れる時、インサイド打ち上げました。打球はセンターへ、センタッチアップ。さあ打席には先発の藤波が入ります。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インハイ見送ってストライク。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました、ファウルになります。ここもファウルです。7球目は何で来るか。打ちました、レフトライナー掴んで、これで2アウトです。2塁転送はアウト、ダブルプレー。さあ点差を広げたい場面、1塁にランナーを出しています。バッターは鳥谷。まあここは送った方がいいと思いますけどね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。なるほど、そうですね。次が4球目、打ちました、ライトライナー掴んで、まずワンアウトです。さあ同点のランナーが1塁です。バッターボックスには鳥谷。ここは送るんじゃないでしょうかね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。低めの際どいところですが外れています。高め打ちました、切れました、ファウルボール。打った、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。ここは綺麗に流していきました、逆らわずに。8回の裏タイガースの攻撃。さあマウンドに上がったのは福、今シーズン21試合目の登板です。初球ボール、
よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。切れていきます。ファウル。打ちました。これもファウル。変化球空振り。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだった？今日は晴天に恵まれました。甲子園球場からお伝えしてまいります。バッターは7番に入っている鳥谷。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。ロメロ、まずは先頭バッターを打ち取っています。低め外れました。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。打席には7番バッター鳥谷。さあ、しっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあ、タイガース、その得点差を詰めていこうかというところ。いきなり牽制、セーフ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、流しました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。1点返しました。タイガース、目の覚めるようなタイムリーヒット。3対1、タイガース2点差に詰め寄っています。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮。6回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは鳥谷。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。タイガースビハインドで迎える6回の攻撃です。サニスさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあ、この点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。ボールになります。これが6球目。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。打順は7番鳥谷。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。追っつけて打ちました。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。さあ、タイガース得点圏にランナーを置いています。ここで追い上げていけるかどうかで試合の行方が変わりますから、大事な場面だと思いますよ。なるほど、そうですね。さあ、このチャンスを左方向。これは面白い当たり。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。タイガース痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね。